俺は狙うしかねえな、レアがさ、レアじゃなくて欲しいやつは正直あるんだけど、レアのね、まずちょっとレアを見てほしいんだけど。当たりはなんと、一つ一つ職人の手により丁寧に研磨された、レアクリスタル。これ欲しくない？しかもこのさ、ピラミッド型のやつ欲しいな、これ。まあ、写真やイラストイメージって書いてるんだけど、こんなのもあるってことでしょ？でも、三角形、ピラミッド型のやつ。めっちゃ欲しいね、これ。目指せクリスタルモンスター水晶発見っていうシリーズで、新しいやつ見つけたんだよね。神秘の結晶、水晶を発掘しようと。砂の中から水晶を掘り出そう。で、種類がね、いやー、一番の狙いはこれなんだけど、他のやつもね、ここに掘り方が書いてあるね。まあ、こう、形もなんか山みたいになってるね。砂が飛び散ってもいいように、まずブロックの下になんかをセッティングして、こう、掘っていきましょうということで、ね。これはビレ版で買ったんだけど、ビレッジバンガード。ビレ版やっぱいいのたくさんあるよな。で、見て。地球が作った宝物、水晶、神秘の結晶を手に入れろ。俺、このスモーキーコーツ、欲しい。いや、でも、ルチルクコーツもいいよね。俺大好きな。で、シトリンとかルチルクコーツ、おなじみのね、クリスタルとかもあるんだけど、このローズクォーツとか、アメジストも結構おなじみだよね。黄金のやつとかであったから。で、ミルキーコーツとかさ、スモーキーコーツ、ローズクォーツ、この辺とかないじゃん。初なんだよね、俺からすると。だから、この辺欲しいなと思ってるんだけど、やっぱこっちじゃない？一つ一つ丁寧に加工されたレアクリスタルだよ。ポイント型、ピラミッド型、で、ドリームクリスタル型に、球ですよ！玉ですよ！チタマ、チタマ。チタマ。あれ、なんつったっけ、あられちゃってさ、チタ、地球のことチタマっていうさ、宇宙人。グリーンのやつとさ、黄色の霜みたいなやつがいてさ、あれなんだっけ、なんとか大王だったよね。あれなんだっけ。いや、ちょ、これ、どうでもいいんだけど、ちょっと覚えてちゃってさ。で、この、4つ、他にもあんのかな？この4つしかないのかな？これ欲しい、このピラミッド型のやつ。箱もなんか高級感に満ち溢れてるんだよね。青い箱押し。いいねー。水晶発見。それでは、早速。いや、待って、レアのね、当たりの、職人が一つ一つ研磨して、おお！山に、あ、紙もちゃんと入ってるよ。このシリーズのお決まりの紙。これは、最後に出してから、最初に掘ってから出したやつを読んでみようかな。おー、説明書いてあるのがいいよね、このシリーズね。これか。なんか山みたいになってる。初だね、やはり。山だ、山。すげえ。なんか、アララト山っていうか、ノアの箱舟がついた、山みたいな感じが。いや、なんかすごいよ、これ。今までない感じがする。出るかな、レア。これもレア出るまで掘り続けようと思うんだけど、本当は黄金のやつとさ、今黄金は出したからいいんだけど、ダイヤ出してないから、ダイヤの方やりたいんだけど、もう売ってないんだよね。まあ、でも、夏になったらまた売り出されると思うから、あれ、毎年夏に入るんだよね、なんか。あれ、ちょっと待って。ビビった、今見えたかと思った、この辺に。気のせいだよね。あ、焦った。この辺になんか見えたと思った。おー、これが新しい、ホリホリシリーズですよ。で、これを下にセッティングしまして、掘っていきましょう、デュッデュル。掘っていきましょう、デュッデュル。それでは、この世すべての、水晶に感謝を込めて、ホリホリ、いきまーす。ホリ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 ルンホリルン。ホリルンホリ、柔らけー。めっちゃ柔らけー。黄金とかに比べたらもう、勝手に崩れていくような感じ。ホルリンホルリン。ホリルンホルリン、ゴブリジ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 。ないね。ないね。あれ、ちょっと待って。妄想あると思ったんだけど、ねえな。もう、まあ、ゆっくり掘っていきますか。時間はたっぷりあるからな、今日はな。時間はたっぷりだから、ゆっくり掘っていくかな。ピラミッド型の。いやー、レア出ねえかな。ポイントでもいいね、ポイント。あれ、かっこいいな。さて、来るかな、来るかな。来るかな、来るかな。あれ、来ないな。あれ、ないぞ。結構上の方にあると思ったんだけど。もうこんなに削ったみたい。緊張してきた、緊張してきた。横から削っていくか、こうやって。さて、いやー、この何が出るか分からない。楽しみがいいよね。ドキドキ。このドキドキ感やめられないんだよね、この掘るシリーズってね。はぁ、これ掘るのが、いや、マジこれ掘るのが楽しいね。永遠に掘っていたい。永遠に掘っていたい。宝物は何かなと願いつつ、狙いつつね、こう、思いつつ、クリスタルがいいなと、レアがいいなと、心の中で、
思いつつね、こう掘るんですよ。もうさっきそうな気がするが、あれ来ないな。どこに埋まってんだろう。もうそろありそうだ。ちょっとパーラー。ないないよ。え、松が入ってないってことある？そんなことないよね。あ、でも俺だからな、そういうのやらかいそうな気がする。たまにない時もあるじゃん。怖いな。ちょっと待って、おつけ。え、待って、なんだこれ。え、真っ黒。なんだ、え、液体金属みたいな。え、ちょっと待って、なにこれ、真っ黒。これレアじゃない？ちょっと待って、職人研磨してるっぽくない？これ、職人研磨してない？これ、確実に。だってこんな綺麗な形になってるよ、ほら。職人研磨してるだろこれ。だって他のやつは研磨が形整えられてないよね。ほら、自然の形になってると思う、こうやって原石のままっつうか、ほら、原石だもん、原石だもん、確実に。おお、当たり出た。すげえ当たり出たよこれ。形整えられてるもん、確実に。これパーワーパー、当たり出た。お、めっちゃ冷たい、すっげえ冷たい。うお、当たり出た。もう形整えられてる時点で当たりだもん、これ。くる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 。あ、落とした。マジで？これだ、ドリームクリスタルってやつ。ちょっと字がちっちゃくて見えないんだわ。ちょっと待ってね。ドリームクリスタル。夢を実現するパワーを与える神聖な意志として用いられてきた、ハーキマーダイヤモンドの形を再現だって。ハーキマーダイヤモンドの形を再現しているもの。まあ、ピラミッドが良かったんだけど、当たり出ただけでラッキーじゃない？すげえ、第1回目から当たり出した。やべえ、自分の幸運が怖いぜ。自分の幸運が怖いぜ。すべての水晶を集め、図鑑の数字に色を塗ろうということで。今日出たのがね、これ、水晶ドリームクリスタル10だね。10番目だ。今見た通りの説明。ちなみに、ピラミッドはね、こちら直感力と書いて、直感力を高め、災いを撃退する形と言われている。迷いを晴らし、正しい判断に導き、集中力を高めて成功をもたらすと。おー、でも何でもいいわ、もう当たりで、だったら。すげえ、レアド3。研磨されてるやつ。やったー、一発目から当たり出した。めちゃめちゃ調子いいぞ、これ。よし、これも頑張ってコンプリート目指して。行きましょう。またビレバン行ったら買ってくるわ。ということで、今回は、なんと一発目から、レアを届き出すという、この奇跡ですよ。うわ、やったぜ。ハーキマーダイヤモンドの形を再現してんだって。すげえ。これだから、あれだね、入れた方がいいね、ケースにね。ケースに入れてかっこよく飾るか。次回も出るかな。いや、すごい楽しみ。ピラミッド一番、やっぱ、なんか綺麗そうだから、ね、形がいいし。ちょ、これ見たいんだけど、ちょ、楽しみだね。ピラミッド型のやつも出るの。うわぁ、やった、水晶ドリームクリスタル、ゲット降臨でドリーム。お、今日からドリームユーザーワールドって言うので、ドリームユーザーワールド。